マビ可愛いねってずっと思っちゃってます。やったー、ありがとう。ちっとちっと可愛い。ちっとめっちゃ可愛い。本当に可愛い。やった。私は？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 回ってるからね。9月の今日9日12時半ぐらいです。これから福岡に行きたいと思います。バイバーイ。次の方は多分飛行機内ですね。じゃね。福岡かもしれない。かもしれない。で帰りの飛行機だったらごめんね。バイバーイ。バンドさんたちとの対バンのリハーサル。あ、すいません。すいません。あはは。バチさんとのリハーサル前のガーズさんです。福岡どうですか皆さん。楽しい。おいしい。お寿司でお腹痛くなった。そうらしいです。怖いね。わかりました。何か言い残したことは。え、終わるの違います。言い残したことあるか。はい、衣装大好きだ。これ LINE これ見ているときは。お母さんとお父さんありがとう。産んでくれてありがとう。今までありがとう。テンション低くね。どうもありがとう。あ、見て、 T シャツあっち、T ちゃん、ロンティを見てほしいんだけど、カメラが僕の顔が大好きだから、ちょっと。はい、かわいいもんね、わかるよ。ね、見て。もうダメだ、大好きだわ。全然大好き。あ、そう、見て。いのちょっと洒落て見えるの、うん、ね、異常みたいだもん。現場からは以上です。どうもでした。ほなほな。本日やってきましたが、福岡県のどこかに来ました。おしゃれ。見てください、このかっこいい自転車たち。自転車の自転車の、え、チャリ。あ、ちっちゃいストライダー自転車、かわいいですね。かわいい、あ、かわいいバイクです。いいな、二人乗りができていいですね。今日も天気が良くて、福岡最終日、頑張っていきましょう。頑張りました。今から海鮮丼を食べに行きます。あ、かわいいです。かわいい、かわいいジョーク。行きました。こちら本日の来るまで、カツ丼とうどんを食べるのは皆さんどう思いますか？うどん一人前、大きいうどんと大きいカツ丼で、どう思いますか皆さん。コメント欄にお願いします。すごいよね、かっこいいよね。足切れなかったでしょ。かっこいいよね。いっぱい食べる、かっこいい、かっこいい。あ、そう、海鮮丼来るまで、ちょ、これしなきゃいけないとか。こうやって終わらせた。はい、じゃあ海鮮丼来るまで。わこちら、海鮮丼でございます。宝石箱やん。せやな。こちらが豚汁、かっこ豚汁と、温玉とお漬物とごまと、とろろ。いただきます。バイバーイ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ま
から福岡最後のライブに、最後5本目のライブします。お魚食べて元気いっぱい頑張るぞい。嬉しいね。すごい。意外とペロっていけちゃった ね。ご飯も食べれるね。食べれる。食べようね。梅酒です。梅酒です。違います。同じ色だ。日本酒も美味しかった。なんだっけ、なんとか流。一人前。一番長い。お菓子普段食べます？当たり前だろう。もうその日に全部食べちゃう。なるほど。お菓子食べないんですよね、私。僕も食べない。多分でも習慣だと思う、実家でなんかいるじゃないですか、お菓子が常にお菓子箱みたいなボックスがあるお家あるじゃないですか、なんか友達の家とかで。それがなくて、だからお菓子を食べる文化がなかった。ある、なんかあるから、いつでも食べれるなの感覚になって、ちっちゃい頃からそんなに欲しがらなかったんだ。だからその食べる習慣がなかったっていう。お菓子食べるくらいならご飯食べたい。でもこれ太ってる人みんな言うらしい。太ってるとね、めっちゃ食える。あ、お菓子もご飯も食べるみたいな。ご飯も全然知らないよ。あ、急に始まったよ。こういう品種か、パウダーキスリキッドリップカラーファーニックラブ AA9 番。え、ロンペ、ここに袋あったらさ、ここに口書いたらニッコリちゃんマークになるじゃん。編集さんお願いします。砂糖入れなよ。ニコリちゃんマーク、これ目なんてね。え、かわいい。このマックはママにもらった。あ、優しい。つけてくれてる。これ研修で習うんですか？そうなんですね、やっぱ先輩の見てとかですね。あ、見て覚えですよね、一番困るやつですよ。そうですね。だからその先輩みたいなやつ。僕じゃないのか。おじさんだったよ、ね、完全に話し方がもう。おじさんだった、優しいお兄さんの話し方してた。してない、してない。研修とかでトラウトしてた。おいしい。熱い。優しい味。カルボナーラ。まさに。うまっ、めっちゃ美味しい。醤油欲しいもんね。なんだかんだ食えるの言ったでしょ、ご飯美味しい。デフォの手これだ。